それでは、テキストのクラスタ分析について自然言語処理研究室の河津氏が発表いたします。まず、テキストのクラスタ分析とは何かということで、概要について説明いたします。こちらは、テキストをグループ分けする手法となっており、具体的な手法としては各テキスト間の内容の類似度を距離とみなして、その距離の基準としてグループ分けをしていく手法となっております。ではその分析の流れについて説明いたします。大まかに分けて3つの手順があります。まず、ターム文書両列と呼ばれるものを求めます。続いて、各テキスト間の内容の類似度である距離を求めます。そしてその距離の値をもとにグループ分けを行います。この3つの方法で、分析を行う、グループ分けを行います。では、イメージをしていただきたいので、まず最初に、実際に分類してみます。分類対象として今回用いたのは、読売新聞の、ウェブページの記事を30点用いました。読売新聞ではのウェブページのところでは、ジャンルが分けられており、今回は、政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学、IT の、6つのジャンルの中から、新着の記事5点ずつを抽出して、分類対象として用いました。そしてそれらの本文を、こちらに示すように、ジャンル名、こちらの各ジャンルの後ろに書いてある3つの、アルファベットで示すこのジャンル名でアンダーバーを入れて、その新着順に一番新しいものから1、次に新しいものに2といったような、記事の番号を振って、ファイルに保存しました。これらのものを、本文から、グループ分けを行います。で、後ほど説明するのですが、距離の計算にはユークリッド距離というものを用い、クラスト分類法については、最長距離法というものを用いました。そしてこれらをの、これらに対して、メカブ、R メカブというものを使って、計算を行いました。その結果がこちらになります。得られたものは、こちらに示すような樹形図、デンドログラムというんですが、この樹形図が得られました。こちらを見ていただくと分かる通り、いくつかのまとまりにグループ分けされていることが分かります。こちらの、Y 軸、縦方向の、各、記事の、各ファイルの、処理なんですが、こちらについては、その個体間の、データ間の、類似度の距離を表します。類似度である距離を表します。その距離の差が、こちらの縦の差となっております。では細かくこの、デンドログラムを見ていきます。こちらの、例えばこちらの、まとまり、この、複数のこの、記事でまとめられたこのまとまりを、クラスタというんですが、このクラスタについて見てみると、2つのエコーということで、先ほどこちらで示した通り、経済についての、記事がまとめられていることがわかります。そして、もう少し大きなクラスターを見てみると、こちらでエコーということで、また、経済についての、記事がまとまっていることがわかります。さらにこちらを見てみると、POL といったような文字で表されているものが多く現れているのですが、これはさっきのところで見ると、政治についてですね、政治についての記事がまとまっていることがわかります。では、具体的に、詳しい分析の流れを見ていきます。まずこのターム文書両列の計算というところです。この、ターム文書両列というものは、あるタームが文書で出現している頻度をまとめたものになります。タームとは、形態素解析で得られた単語のことで、こちらの表で一番左に表しています。こちらのところでタームは、その形態素の原型をこちらで示しています。で、その各タームに対して、こちらで挙げた、NT4、POL の1といったような記事に対しての、頻度がこちらに示すものとなっております。このように、タームとその頻度からなるものが、ターム文書両列になっております。そして、この文書両列を用いると、
一部の文書行列で高い頻度でも使われている単語が別の文書集合ではほとんど出現しないといったようなことがあります。これを手がかりに、文書をテーマごとに分類することができます。ではこれらを用いて、次の手順について説明いたします。次の手順として、距離の計算があります。こちらはいろいろな、計算の方法があるのですが、有名なものを3点ピックアップして説明いたします。まず、最も簡単な手法としてユークリッド距離の計算があります。こちらは、下に示すように、2点の、データの位置が2次元平面上に示すような、データの位置で各記事を示した場合、直線的に、距離を求める手法になっております。それに対し、マンハッタン距離では、各時点において必ず一つの次元の移動だけを許した移動距離で表すことになっており、例えばこちらでしたら、まず横に移動して、次に縦に移動するといったように斜めには直線的には移動できないようになっております。この値を使用すると、外れ値という、大きく他のデータから外れた値の影響を抑えることができます。続いて、チェビシェフ距離について説明いたします。こちらについては、このようなマス目状で示した場合に、縦の移動、ここからここへの移動、そして横への移動、1マス分の横への移動、そしてこの斜め、この右上の斜めの移動を全て同じ、距離の単位として、どちらの方向に移動した場合でも同じ距離とみなして、距離の計算を行います。こちらを使用すると同じ次元の変数を別の次元の変数とみなしたい場合に有効であります。続いてそれらで求められた処理からグループ分けを行います。こちらもいろいろな手法があるのですが、大きく有名なものから3点ピックアップして説明いたします。まずボード法というものがあります。こちらは新しく統合されるクラスター内の平方和が最も小さくなるようにクラスターを形成していく方法になります。こちらをするとこちらのメリットとしては、計算量は多くなってしまうのですが分類感度がいいというメリットがあります。続いて最長距離法という手法があります。こちらでは2つのクラスターまとまりに属する対象のうち最も遠い対象間の距離をクラスター間の距離として計算する方法です。こちらのものでは分類感度は高いんですが、分類感度が高く計算量が少ないというメリットがあります。しかしクラスター同士が離れてしまうという拡散現象というものが生じてしまうというデメリットがあります。続いて群平均法というものがあります。こちらは2つのクラスターに属する対象間の全ての組み合わせの距離を求めてその平均値をそのクラスター間の距離とするものがこの群平均法となります。こちらのメリットとしては鎖効果や拡散現象を起こさないといったメリットがあります。拡散現象は先ほど述べたようにクラスター同士が離れてしまう現象なんですが、この鎖効果というのは例えばこちらの左下に示すようなクラスターがあった場合、もう一つの、クラスターに対して対象が一つ追加されたクラスターができて、でまた、グループ分けを行った場合さらにまた対象を一つ増やしたクラスター分けが行われるといったような、ものが鎖効果となります。これが、起きにくいものが、群平均法となります。では、先ほど述べたものを使用して、最初に、実際に分類してみた手法とは違う手法で、グループ分けを行ってみます。分類対象は先ほどと同じように、読売新聞の記事から、得られた30点で、ジャンルも同じ6種類について行いました。で今度は、先ほどは、こちらのところで示す通りユークリッド距離と、最長距離法で、距離の計算とクラスターの分類を行っていましたが、今度は、マンハッタン距離とボード法を用いて、計算を行います。その結果はこちらになります。左が最初に行った方法で右が今回行った方法になります。最初に行った方法ではいろいろなグループ分けがされていたのに対し右側
今回行った方法では大きく2つに分けた、グループ分けがなされていることが分かります。この2つの、グループ分けを見ますと、今回、用いたジャンル分けは6つなので、まだ左の方がうまく分類分けがされていることが分かります。この今回、組み合わせをこのような2つの種類の組み合わせで、分類していますが、現状でそのどのようにこの組み合わせを決めればよいという規則がなく、試行錯誤を繰り返し求めたい、分類分けグループ分けしたいデータに対して、どのような、アルゴリズムを選択するべきかというものを試行錯誤して、決めるべきというのが現状の、処方だそうです。こちらが参考文献となっております。以上で発表を終わります。